新選組三番隊隊長に任命された斎藤一こと坂本龍馬。隊長としての任務の中で、龍馬は新選組の冷酷な本性を目の当たりにする。そして新選組隊長としての立場は、期せずして土佐勤王と岡田伊蔵との対峙につながってしまう。正体を明かすことのできない龍馬は、斎藤をはじめとして伊蔵を倒す。しかしそれが武市半平太を追い詰める結果を招いてしまうのだった。かつての友に危機が迫る中、龍馬の新選組潜入は続く。勤王の獅子ってのはみんな、いい声で泣くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ、知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜、新選組の名を天下に轟かす。なあ局長。あれ、なんだか頭数が減りましたね。鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちで、相手はあの人斬り伊蔵だった。そういや鈴木三木三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に、こいつは伊藤一派にとっちゃ一大事だ。あと伊藤派で残ってんな平助だけか。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来のこだがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁には、副長くらいに。いい加減にしろ佐之助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆人中報告をか。へいへい、悪ござんした。副長様、土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だの、どの道場出身、当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもないですよね、副長。無論だ。もういい加減本題に入って、私のように人中報告のため新選組に入った人間には、司令官だの伊藤派だ。相変わらず堅いね松原は。私は勤王を謳い、京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが。副長、どうか本題に。噂によれば。ああ、君たちに集まってもらったのは他で、今夜新選組は歴史にその名を刻む。昨夜、監察の山崎がとある勤王志士の密偵を捕まえた。名前は古高俊太郎。実は大量の火薬やと。それを吐かせるために古高を一晩そして白状したところ、勤王志士40名による。なんなんやその御所放火、
連中は大量の火薬で帝のおわす御所や御所。ちょっと待ってくださいよ。勤王って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一なら狙いはわしらっちゅうことか。いや、奴らの真の狙いは我々ではない。火災に乗じて御所から帝を奪い帝奴らの狙いは帝を手に入れて、結局連中は帝を政治の道具としなんてことだ。でわしらは何をやればええんや。その40人を取って。まあそう焦るな。実は今監察、おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに。我々新選組は今夜そのねじろ。よっしゃ、気持ちが乗ってきたで。久々に重い。せやけど40人もの勤王支持相手となるとどうただ。なもん、切って切って切りまくればええ。お前はそれでいい。せやけど公衆流軍学を極めるわしとしてはそないな賞金目当てなだけや。金がないことにはタイは動かせんからな。副長、せめて誰が敵なのか名前。主犯格は長州の吉田利麿という男のようだが、この計画長州では酒井、北野、土佐藩では永井、佐々木なんだと。斎藤。いや別に何でもね。そしたら吉田利麿を取れば方針は跳ね上がると。まあそうよし、それじゃあ私と伊藤さんは夜までに襲撃の手はずを決める。我々が普段と違う動き。斉藤君、何をしている。
お前ちょっと待てよ。この男はてめえだ。
俺たち、ちょうど種銭が…はは、心配すんのって。いつか倍にして返してやるからよ。倍返しって、
どこにそんな保証がある？保証だ？そんうわだ何の騒ぎ？あいつら最近出入りしている鳥羽嵐の連中な。ああやって客から無理やり大打ちの金を巻き上げてるんすよ。新選組さんのお力でなんとかなりませんかね。仕方ないな。俺もちょうど種銭が尽きたところでよ。その金なんだって、うん、その羽織は新選組か。キャならしょうがねえ。新選組といっても所詮は幕府の犬じゃねえか。あかんで、はじめちゃん。一人じめ。あ、だ。ん？お、お。誰や。今新選組のことバカにした。てめえら。新選組一番隊隊長、沖田総司。同じく新選組三番隊隊長、斎藤。新選組最強の一番隊。はあ、沖田総司に斎藤はじめだ。いくらなんでもこの二人は。はい、待てや、もっとぶん殴らせる。アホらしい。わし帰る。あの、ありがとうございました。賭場に通うなら。それじゃな。うわあ、かっこいい。強すぎるだろう。想定外だ。
っしゃい、いらっしゃい。さて作るか。よし。さあ来い。うまくできたようだね。
はじめさん。いや、それより中岡は来てるか。中岡さんやったらちょうど2階にいて。そうか。おお、坂本。中岡、勤王獅子が御所。ああ、なんだそりゃ。お前も一枚噛んでるのか。ちょっと待て。新選組に捕まった古高俊太郎って男が白状した。40人の勤。まさか、そんな大それたこと。新選組は今夜、そいつらが今日のどこかで会合。もしあんたもそこにいれば。なるほど。あんたは。俺がそんなもんに絡んでるわけねえだろ。だいたいいくら勤王のためとはいえ、御所に火をつける。町の人間が何人。まったくだ。だがその一味には土佐の人間も絡んでいるらしい。土佐じゃよくある名前だ。俺じゃねえと。まあ、とはいえ、そいつらが新選組に、連中に新選組の襲撃を知らせてやらない。そんなことが。さあな。確か長州の吉田利麿。吉田利麿？勤王派の大物じゃないか。武士。ねえ。わからんが、少なくともあいつ自身はもう土佐に戻ったが、さっき言ってた土佐者。武市がこんな計画に乗ったっていうのか。お前にとっちゃ複雑だろうな。いくら勤王のためとはいえ、自分の兄弟分。だがとにかく今は吉田利麿を探すのが先。あんた一人で。仕方ねえだろ。お前は新選組に戻って普段通りにしてろ。そうだな。お前は裏のある人間だ。せいぜい用心。じゃ、ちょ。ああ。人斬り伊蔵がついに御用になったで。そばにおったぞ。お勝負ですよ。さあ、さあ、見ていかんさあ、踏まえてっか。はい、いらっしゃい。見てってや。
毎度おおきに。なあ、はあ、ええ、
ああ、斉藤君。あれ、知り合いか。ああ、いえ、お顔だけは。その邪魔したようだな。待ちたまえ。君も、君とどういう関係。いや、どうもこりゃ見たところ、私が…すいません、失礼します。待て。え、何をしてる。落ち着け。何だと。この情報屋はたまたま私と君に雇われていたようだが、お互い密かに使っていたはずだ。つまり君が私に知られたくない情報、私が君に知られたくない情報だったら切るしかあるまい。君がたまたまこの場に現れたのが知らぬが、あいにくだが、口、それに俺は、し、カラスが死んだ。私はそろそろ豚所に戻って休むこと。今夜は勤皇獅子を40人斬る。話があるんだよ。
見逃してください。申しません。戻ったか。なんだ、勤王志士たちの会合場所だが、観察池田屋と四国屋って宿だ。そうか。どっちかはっきりするまでは隊を二手に分けて襲撃。君の三番隊は私と一緒に行動。ああ、勤王志士が集まるのは池田屋か四国屋だ。結構。では私と斉藤君。そしたらわしは池田屋っちゅうことか。俺もどっちだっていい。はなあ、私は起きたらと一緒に。斉藤君。またお前か。そんなに怖がる。すぐに土蔵へ来いとな。何をしているんだ。こっちだ。こいつは見てわからんか。こいつがおもろいで。そやめてほしければもう一度だ古高。ああ、特に腕が立つのは吉田利丸と。吉田はよう知らんが、桂は死んだ。剣も相当の腕やが、それ以上に逃げ足が速い。ついたあだ名。桂は長州の頭脳とも呼ばれる天才。一番いいのは生け捕りだが。ああいいか、桂にしろ吉田にしろ、その二人にはここにいる。それ以外の大使がかかっていった。言われんでも分かってるわ。それよりそろそろ時間やないか。ああ行こうで土方。分かっている。だが一斉に新選組の頓章を出るときは一人ずつだ。
安くなってますよ。どうです？斉藤君、今密偵を一人四国指示どもの会合を見つけたら合図をよこしてくる。ここが当たりか外れか、勤皇派の会合が池田。ああ、わかふん、さすがに落ち着いたものだな。ところで松原と何か。どうしてそんなこと。いや、松原がやけに君のことを私に聞き。なあ、一つ聞かせてくれるか。そういうのは入隊する前に聞くもんだ。なるほど。これ大した理由はない。他に行くところ。そうかな。君ほどの腕があれば、勤皇だろうが幕府の犬だろうがどっちでも。なるほど。ん、聞いているかもしれんが、私はもともと百姓の出だ。そうだった。300年前の祖先が百姓だったというだけで、父も祖父も剣を持つこと。私もガキの頃は一生百だが、黒船が来て以来、本物の脅威を目前にして、力さえあれば百姓でも。心ず近藤勇にはそれがあった。幕府のためにか。いや、この国。何、いずれ君にも話せる時。私はこれでも君を。だが今はとにかくは。余計なことは考えず。それが武士の本分。そういや。密偵が戻ってきた。副長、四国屋に不審はないようです。勤皇志士たちはいる気配もありません。とするとこっちは外れ。池田屋です。志士の会合は池田屋。聞いたな、全員。こちらです、副将。池田屋の勤皇。斉藤君、池田屋に入ったら吉田利丸と桂小五郎を探せ。斉藤君。
長倉。斎藤か。油断したわ。こいつが今日を焼こうとしている親玉ってわけか。ナルクラ下がった。見事や斎藤。せやけどまだ桂小五郎が奴を捕まえへんうちはな。
ず。あんたは。エロ、久しぶりだな、斉藤さん。新堀松助。へえ、よくあの偽名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたが桂。そういうこと。どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島のさんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古高のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の町を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。なあ斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。竹地さんだってそれを望んでるはずだ。竹地？あんたなんでその名を。なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。竹地さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからあんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ。どういうことなんだ、ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまあまあこそぶの手は使うけど、そんなことはしない。よしよ。斉藤、そいつが桂小五郎へ。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。俺のこの国を憂う熱き思い、分かってくれるよね。ああ、よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。何やと。上等。
カズル、今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで、もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。おいおい、待て、カズル。悪かったな、仕留められなくて。お前、みんなご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。さすが逃げの小五郎やな。でも他の志士たちは切るなり捕らえるなりできたんです。まあ上々じゃないんですか。ああ、それに他の収穫もあった。ああ、何のことや。この中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。へへ、こん中にそいつが誰だろうな。あの、土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。何言っている。平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろう君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを売ったのか。
監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だった。疑うならこの男も。見苦しいぞ。どのみち裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類稀な剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。玉の百姓風情が生きがりやがって。近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ。お前が新選組に入った本当の目的は。源さん。局長と弾を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上。よし、じゃそろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分褒美の取り分も増えるってもんやね。おう、そりゃそうだ。あんた頭いいね。ねえ武田さん、せっかくだからもう一人減らしちゃいましょうよ。面白い、やってみろよ。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっとわからんようにうまくやれ。ちゅうことや。